食の漬物に間違えてソースかけてしまった。情けない。レストランで出されたおしぼりが臭いと飯までまずそうだ。お茶碗はお茶碗と言うぐらいなのに、お茶を入れずにご飯を入れるのはなぜ。きつねうどんを注文して揚げだけ残すやつ、最初からすうどんを注文しろ。ピザを食うときとてもイライラするのは、台からチーズがずれて落ちたとき。パセリは彩りでいつも残され、俺は盆栽じゃないぞとぼやいてる。新幹線の中で北海道のホワイトチョコをどうして売ってるの。土産でもらった静岡のわさび漬けは食べ終わらないうちに気が抜ける。ジャムパンにはジャムが入っていて、クリームパンには当然クリームが。それじゃどうしてウグイスパンの中にウグイス入ってないので。